写真拡大。優勝候補の一角が再び動き出す。明石賞、兵庫の狭間善徳監督、55話同校で取材に応じ、無観客での開催準備をする連絡がありました。私たちはそれに向けて準備をしたいと思いますと話した。公立校の明石賞は明石市教育委員会の方針で3月3日から15日まで約2週間休校となり、期間中の部活動及び練習試合も全面禁止となった。学校側は市教委と連絡を取り合い、大会開催なら部活動再開の方向で協議。この日の高野連の発表を受けて、5日から同校グラウンドで練習を再開する。練習がほぼ可能だった私学とのハンデを最小限にとどめる。新型コロナウイルスへの対応について指揮官は、検温やアルコール消毒、手洗いうがいなどを徹底する。あとは電車やバスなどで来る生徒がたくさんいますので、ラッシュ時間である朝の7時半から9時と夕方の5時半以降は電車などに乗せないという時間帯で練習したいと具体的な対策も口にした。今週のドラフト候補、151キロ右腕の中森俊輔投手や高校通算29発の久田亮斗外野手、ともに2年を要し、スクイーズや継投も駆使して勝ちを積み重ねてきた。昨年は春夏の甲子園で4強入り、4期連続出場で頂点をつかむため再スタートの位置についた。与えられた状況の中でチームが一つになって練習や大会に向けて全力を尽くしていきたいと思います。狭間監督は先を見据えた。名将に導かれる公立のオスが一丸で紫紺の優勝旗をつかみにかかる。村田直人。